行きまーす。はーい！ジョノコ？マミミー！お手つきだね。ああ、お手つきだ。小金ちゃん。今のはなしやろ？じゃあ、小金、一回休みで。ふえはい、行きまーす。遠くの一家より近くの隣。うち、お笑いがよかよ、お笑い。正月やもん。駅伝も素晴らしいものだよ。ドラマと涙があり、時には笑いもある。おせちをつまむには、うってつけさ。そういわそうばって。お笑いもおせちにうってつけばい。マミミンは何がいい？ニュース。振り返らないと、世の中がどうなってるか。マミミ、さっきから関係なか動画ば見よったとに。チャンネル権は平等でしょう。もう、冗談言っとらんで、ちゃんと考えてほしか。キリリンは？私は、いやー、水中カメラで撮ると迫力が違うわ。大きいお魚だ。あ、昆布締め美味しい。そして美しい。どこか悲しみさえたたえているような目だ。うん、命をかけて卵を産むんだね。あ、サクヤさん、煮物お箸届かなかったら。おや、ありがとう、キリコ。では、レンコンを取ってもらおうかな。絶滅する前に見てみたか。ユイカ、こっちの卵巻きも食べんね。お、ありがとう。ねえ、まだ見るの？これ。もちろん。一度チャンネルが決まったら、最低30分は見るルールだったでしょ？へぇー。幻の魚、伊藤を追って。なかなかよくできたドキュメンタリーじゃないか。まみみちゃん、ごめんね。私が、変なこと言っちゃったから。キリコは悪子なんか、リモコンが悪かったと。っていうか、見たいチャンネル同時押しルールはいいんだけど、そのチャンネル誰も押してないじゃん。まあまあ、何かの拍子にこうなっちゃうこともあるって。ほら、マミミもおせち食べな。じゃあ、伊達巻き取って。って、ちょっと小金。ん？伊達巻きは一人二個でしょ？え？嘘！うち、これ三個目。そう。あ、悪かったね。そいじゃあ、はい。はーして。え？はい。こういえば食べてよかよ。自分で取るから。なら、その伊達巻き、私がいただこうかな。あーん、してもらえるかい？もちろんよかよ。はい。あー、昨夜も3個目でしょ？バレてしまったか。そうやったら、こん伊達巻き、どけんすればよかと？だから、皿に置いて。なんか、お正月ってさ、こういう感じだよね。あ、
ゆいかちゃん。みんなでワイワイご飯食べて、なんでもないことでちょっと騒いで、ゆっくりするの。今家にいるなって一番感じられる感じ。そうだね。でしょ。あのね、三つ峰、実家でお正月迎えないの初めてなんだ。そうやったとね。実は私もさ。あ、そっか、コガタンは違うんだっけ。サクヤンは三つ峰と一緒だよね。っていうか、そっちいいの？伊達巻きの決着はついた？それはこれからつける。なんてことだ、これじゃゆっくりする暇もない。マミミンが相手じゃね。なんかもうちょっと寂しかったりするものかなって思ってたけど、お正月だね、ちゃんと。まあわからなくはないけど、遠くのごちそうより近くのおせちってことやね。うちのおせち、ゆいかとさくやんちのには勝てんかもしれんけど、高原近くにあるとやけん、たーんと食べて。ありがとう、小型。うん、伊達巻きもっと作ってくるけんね。ありがとう、遠慮はしないよ。あ、30分経ったよ。お、じゃあ再戦といきますか。はーい、お笑いお笑い。駅伝かな。未確認生物の特集。オーダーの変わっとる。それじゃあボタンに指を置いてください。レディー、せーの。遠くの池より近くの隣。近くで生活する人たちは結構頼りになる。まるで私たちのことのようだね。